こんにちはティーチングプロの工藤浩二です今回はレベル別80斬りアイアンのレッスンを行いたいと思います今回のテーマは夏のラフ対策になります夏のゴルフではフェアウェイからのショットと違ってラフからのショットが重要になっていきますラフの芝が夏は伸びているのでラインを正しく見極めることが大切になっていきます アドレスする時にボールの横にクラブを置きますがその時にラフの場合若干揺れることがありますこの揺れてるということは実際はボールの下に空間があるから揺れるんですね実際ボールがもっと沈んでいる場合はボールが揺れることはありませんアドレスしてクラブを横に置いた時にボールがちょっと揺れてるなと思ったらこれはボールが浮いてるということなので打ち方が沈んでいる時と変わってきます ボールが揺れる場合はボールが浮いていることになるので打ち込む必要が全くありませんアドレスで左に体重をかけたりしないで真ん中に体重をかけてバックスイングでやや右に乗せインパクトの時も無理に左に乗せようとしないで真ん中体重もしくは右足体重のまま打っちゃって大丈夫ですややすくい上げるような高い球を打つような感じになっていきます ライが浮いている場合ボールがすごくフライヤーして飛距離が出ることがありますむしろ80秒を切るためにはフライヤーさせて打つことが大切になっていきます例えば通常150ヤード通常の8番アイアンで打つ人だったらフライヤーさせると9番アイアンだったりピッチングウェッジで届くことがありますむしろそれぐらい番手を下げて振ることによってフライヤーさせて高い球を打つことでグリーンに止めることができます80を切ったり70代出すには必要な技術になっていきます その時のポイントはやはりしかり左に乗せて打ち込むのではなく真ん中体重で払い打つような感じが必要になってきます打つ前の素振りで芝の表面を払うぐらいで大丈夫です決して地面を削ろうとしないで払い払い打つ素振りが必要になっていきますボールを打つ時もボールに直接当てようとしないで少し打振らせて ボールの赤道を打つこのボールのややハーフトップさせるぐらいの感覚が必要になっていきます打ち込もうとするとフェースの上に当たって飛距離が出ません払い打つことでフェースの下に当たることになり飛距離がちゃんと出るようになっていきます夏のラフからは打ち込もうとしないで払い打つやや赤道を打つイメージで打ってみましょう